周りとかにマインドコントロールされないためじゃなくて、なんかそのキャラクターを身につキャラクター作りだと思ってんだよ。キャラクター作り。なんて言うのかな。まあ、黒と赤と白が好きっていうのはいつも言ってることじゃん。で、それ以外身につけたくないっていうのは、なんだろう。俺の好みの問題なんだよ。で、一生着れるものが好きなんだよ。一生身につけられるものっていうか。で、T シャツって無理じゃん。一生ものってないじゃん。リペアもね、するわけにいかないし。だったら、そこそこ物が良くて、なんだろう、そこそこ物が良くて、安い方だったら着回しができるの。すぐ捨ててすぐ買える。で、いろいろ計算したの。じゃあ、ファミリーマートに売ってる無印の T シャツが安くてどこでも手に入るんだよ。で、旅配信者じゃん。ファミリーマートどこにでもあるの。だから汗かいたら着替えられるんだよ。500円払えば。それがでかいかな。20枚くらい持ってるかな。黒い T シャツ。だマインドコントロールとかはよくわかんないけど、例えば、ルパン三世がさ、黄色い服着てたらダメでしょ。それと一緒。隠れ熊の実ありがとう。昼夜逆転多いかな。はい、ワドツ。はい、くみたいいらっしゃい。はい、こんばんは。いや、タバコやめたら俺じゃなくなるっていうのは全然思ってないけど、俺。それがわかんないわ。セントジェームズっていうのがいいの。でも別に無印で全然いいけど。こんばんは。TS 見たけど私はクモンリュウ。俺は別にクモンリュウはシャイなだけでしょ。俺向こうのリスナーにムカついただけだから。クモンリュウは別に悪くないんじゃないの。ただシャイなだけでしょ。はい、カカこんばんは。あるわ、どつ。体調優れないの気になるね。こんばんは。自分の体以外にも身につけてるものも自分の一部のように感じる。あ、そりゃそうだよ。身につけたら自分の体だよ。そりゃそうでしょ。俺そう思うよ。はい、ワドツ。リスナーのしつけになってない。そりゃしょうがないでしょ。1ヶ月だもん。配信始めて、彼は。それしょうがないよ。寝起きだね。風船15個ありがとう。じゃあもうね。違うんだよ。もう朝からイライラすることが2回あったから、もうイライラしてんだよ。寝起きで2回イラッとしてるから、俺。もう最近ダメだな、本当に。本当にダメだよ。もうイライラしてんだよ、俺。楽しもう。機嫌悪いんだよ。そう。機嫌よくしようと思ったんだけど、気が乗らないんだよね、すげえ。申し訳ない。それでもやるんだよ。でもやるんだよ。
ねえ。いやね、申し訳ないんだけど、それも吐き出しちまえ。じゃあ、また、解放から電話がかかってきて、じゃあ、一個は朝ミュールから電話がかかってきて、何？って言ったら、和同旅団抜けるっつって、もう、わかんねえと思って、あ、そうなの？っつって、切ったんだけど、それでも和同ちゃんのことは好きだからって言われて、うーんっつって、なんで俺にそれ言うんだろうとか思って、じゃあ別にミュールがどうこうとかじゃないのよ。別に和同旅団抜けるって言われたんだけど、あからさま、私に何かあったよ的な感じだったから、もう聞かなかったのね。私何かあったんだから、みたいな乙女心を出されたから、出されたけど、俺はもう敏感にそれを感じたんだけど、ああ、いい、わかった、っつって。自分で決めて、っつって。で、別に全部いいから、っつって。で、まあ、ミュールはそんなに怒ってるわけじゃないんだけど、もう若干イラッとしたの。もう自分で決めろや、と思って。見たければ見ればいいし、抜けたきゃ抜ければいいと思って。で、そこで終わり。別にミュールに対して。で、第2弾は解放で、今赤羽にいるんだけど来れる？って言われたから、うわーっつって、赤羽が来るなら考えるわっつって切ったの。赤羽にいるんだけど来れる？って言われて、こいつほんと殺すと思って、赤羽が来るんなら考えるその2つでもう朝もう調子がくじかれたね。もう毎朝こんな感じだから、もうリスナー全員の面倒を見るわけにいかないっつってんのにさ、赤羽が来いって感じだよね、本当に。俺を誰だと思ってんだ。俺和道だぞ。赤羽が来るべきだろ。俺が赤羽に行くんじゃなくて。そう。赤羽が来いと。で、解放をまたブチ切りして。はい、ワード2。いや、もういろいろあるとかじゃなくて、もうね、気持ちよく過ごしたいの、俺は。ユンちゃん、花火ありがとう。ありがとう。地殻変動とかじゃなくて、なんつうんだろう、気持ちよく行こうよ。気持ちよく。綺麗な花火だって。風かな。ああ、俺テレビ見ないから芸人さんのこととかよくわかんない。その2つでメンタルやられてるね。沖縄帰ってきたからグッズグズだよね、本当に。え？その選別。俺に報告は基本的にいらない。俺に振り込むか、ステッカーを買うか、超絶私可愛くて和道さんとパコりたいって、それ以外の報告いらないっつってんのに。いらないっつってんの。本当に。覚えとけよ。アイテム、俺のグッズを買う。俺に金を振り込む。ね。あと、なんだ。超絶可愛い子じゃんね。俺とパコる役、パコりたいと。もうその3つ以外いらないと。覚えとけ。ミュールと今話そう。じゃあミュールと話す？電話しようか。ミュールからかかってきたら出るよ。ね、じゃあもうね。じゃあなんか、そのミュールもさ、ミュールでさ、私和同旅団抜けるの中にいろいろ込めてるでしょ。なんか、私いろいろあったんだ的な。だけど俺あえてスルーしたの。あえてスルーしたの。全面的に。もう大体答えわかるから。なんかタヌキで叩かれるとか、なんかテルチャンピンが好きとか、もうくだらない理由なんだよ。絶対。もう全部くだらない理由なの。叩かれるのが嫌だとか。もしくは放送でこんなことワドちゃんが言ってたから私不安になっちゃってとか。いいよ、俺話しても全然。だけどもう俺はあえて、あ、そうなんだっていう一言で終わらせたから。あ、そうなんだっつって。
じゃねえ、つって。もうね、もう大体そんなもんだから。もうついてこれないやつはいいの。いや、テルチャンピン好きなんだよ。え、お前も和道旅団名乗れって言ってんなら少しぐらい話聞いてやれよ。俺、旅団名乗れなんつってねえよ、バーが。俺、名乗りたいやつは勝手に団員にしてるだけだから。いや、見えるからかかってきたら出るよ。じゃあ聞いてあげるよ。全部。ただ俺の言ってるろくでもない理由だと思うよ。どれか。ろくでもない理由だと思うよ。去るもの俺追わないよ。昔からじゃん。他人にかまってるほど暇ないんだから。ホロンちゃんお疲れ。あ、こいつうぜえな。ブロックな。いや、かかってきたら出るよ。ただね、もうね、俺ね、もう本当に申し訳ないけど、リスナー何人いると思ってんの？いや、かけてじゃ。ね、リスナー何人いると思ってんの？で、いつも言ってるじゃん。もう放送中に電話かけてこいって。ネタにしてやるから、全部。もうネタにもならないことをね、プライベートで話されてもね、俺だってね、俺だって人間なんだよ。ふざけんなよ。プライベートがあるんだよ、俺にも。で、あなたにとっては1分だけかもしれないけど、1分を100人やったら100分だからね。それだけで時間潰れるんだよ。いや、人に手を差し伸べてたらとかじゃないんだよ。もう、どうでもいいこと、どうでも本人にとってはすごい重たいことかもしれないんだけど、ね。もうなんつうんだろうな。もう何もできなくなるからね。俺リスナー受け入れてんじゃん。さすがに花火師の相手はしてやった方がよくない？そいつに関してはよくわからんが。いや、ミュール花火投げまくってるわ。ミュール花火投げまくってるわ、俺に。こんだけ花火投げてんのに俺に塩対応されるミュールがだんだんかわいそうになってきたよ。嫌なんだよ、俺。本当に、1ミリのバットもいらないの。1ミリのマイナスだったら、ゼロのやつと付き合いたいの。何にも得ないやつ。プラスのやつしかいらないんだよ。ゼロは別に攻撃しない。1ミリでもマイナスを俺に与えるやつは敵だから。いや、ケアじゃないよ。なんでケアなんだよ。だから、そういうことやるからホストとか言われるんだろ。なんだよ、ケアって。花火よこせ。うるせえ。花火を投げろ。話はそれからだよ。ケアするの？いや、だってかかってこないじゃん。いや、いいよ。泣いていいよ。その方が面白いから。今かけろ。今すぐかけろ。今すぐかけろ。いや、どっちでしょ、ホストじゃないよ。今すぐ花火を投げろ。話はそれからだ。あ、俺ホストやってたよ。ホスト若い頃やってたよ。支配人に半年でなったからね。結構いける派だよ。いや、今かけろ、今すぐ。売上最高ホストの時？あ、でも大したことなかったよ。売上、自分のでは50万ぐらいしかいかなかった。かけて。だから、もう泣いてたら俺多分ミュールにブチ切れてたと思うよ。今寝起きじゃないから、放送回ってるからブチ切れないけど、寝起きでもし、鼻水タラタラの電話かかってきたら、うわーっつってたと思うよ、俺。ナンバーは入ってないでしょ。あ、ナンバー入ったことも一回あったかな。大した店じゃなかったから。千葉の店だったからね。ああ、早かけて。もしもし？もしもし。何泣いてんの？なんでだろうね。何なの？何なの？私は同僚団抜けるからって。
何なの？ん？何なの？私でも和道ちゃんの放送は見るからって。もう全然意味わかんないんだけど。ね。なんでその、なんでその、なんか私いろいろあったんだから的な空気を出すの？ 私、いろいろあるんやでーっていうのを、もう朝からいらないの、そういう謎解き。俺、コナンでもなければ、金田一少年でもなければさ、いいから、そういうの。もうだから、いつも言ってるけど、ストレートに答えから簡潔に言ってもらわないと俺わかんないから。で、人の気持ちを探るとか俺もうどうでもいいと思ってるの。で、聞くから、俺。なんで抜けたか？なんで抜けたかじゃなくて、もう全部話せっつってんの、めんどくせえから。めんどくせえから？めんどくせえ。あれでしょ？じゃあ、俺が一つずついいやつでやろうか。まず、病気が悪化してる。まず、第あ一、るね。そうだね。まず、病気が悪化してる。まず、それが一番の原因だ。先生のところに行きなさい、先生のところに。明日行く。明日行きなさい。まず、お薬が足りてない。で、2は？に？原因1はそれだよ。今ね、いいよ、言いたいこと言って。叩かれまくってね、だから雑談たぬきだろ？なんだよ、叩かれまく。たぬきときた兄ちゃんとかは見てないの。誰に叩かれてんの？仲良くしてもらってる配信者さんのとこ行くんだけど、仲良くしてもらってる配信者さんって誰？ペニーさん。ペニーさんとこよく行くんだけど、そこにマドちゃんのアンチがいてさ、しブょっログ。ちゅう叩かれるんだよね。見なきゃいいじゃん、ペニーの枠。そうなんだけどさ。それがブロック入れりゃいいじゃん。ていうか、俺余計イライラするんだけど、俺全く悪くなくね？そう、マドちゃん悪くない。だからムカつくっつってんの。俺悪くねえじごゃん。めん。俺何にも悪くねえじゃん。ペニーのリスナーが悪いんじゃん。見んなよ、そんな枠。そうじゃねえの。とばっちりにも程あるんだけど。いや、はっきりす言いうませよ。ん。はっきり言うよ。そんなんでやめるんだったら、もうついてこれないんだったら、ついてこなくていいよ。そんな当たり前だから。そう思わない？だってさ、それで見るっていうことは有名コテハンになってるんじゃないの？それで無理だったら無理だよ。それでスタッフやってますなんか無理でしょ。だろ？だからそんな根性だったら無理だよ。いや、そうやから、俺はライオンだから俺は、子供を崖から突き落とすスタイルだから。で、こう、崖の上からこうやって見守るタイプだから。我が子を 上がってくるかどうか。うちライオンスタイルだから。いや、でも、それは本当にそういうことだと思うよ。だって俺、ミュールがプライベートで他の枠で何やってて、どこで叩かれようが褒められようが、わかんないもん。そう。で、人を応援するってそういうことだから。わかる？だから無理だったら無理でいいよ。だからミュールがそういうふうに判断したんでしょ？もうね、精神的にきついの。だから見なきゃいいじゃん。だろ？ただ俺はその分いい思いしてると思うけどね、ミュールは。それがきついんだったらもう無理よ。普通に見なさいよ。よかった。支えてきたミュールでさえこの対応。俺全員に平等だから。全員に平等だから。誰にだって、お前、ブロックな。誰にだって同じ態度だから、俺は。はい、お前も、ブロック。ね、正直言うわ、本当に無理だよ。人を応援するってそういうことだから。例えばね、ミスター・チルドレンの桜井くんを応援したとしよう、ミュールが。
街中でタワーレコードの前で桜井くんのニューアルバムが出た時に、私ミスチル大嫌いって聞いた時の感じだろ？違うの？私桜井くんのことずっと応援してるのにっていう感じじゃないの？俺、いっちゃんだっていいこと言っ例えてるがうじゃん。まいな。そんなボンクラ相手にすんなって。わかんないやつには何言ってもわかんないから。そう。わかんないやつにはわかんないの。で、わかるやつにはわかるから。で、俺が重要なのはミュールがどうなりたいのかだと思ってるから。ミュールは俺のそばにいたいんじゃないの？痛いの。でしょ？自分で突っ張って何やってんの？俺、去るもの追わないかんね、言っとくけど。どんだけ囲ってても、どんだけファンでも、去るもの追わないよ。分かってる。さようならで終わりだから。分朝かっびってくるりすよ。るぐらいの塩対応でしょ。恋人ですら、家族ですらそうだからね。俺ははっきり言って孤独耐性めちゃめちゃ強いよ。なんでだってね、小学校の頃ね、孤独になりすぎて3週間飯食わないで壁と会話できた男だからね。壁が友達だったから。え、じゃあ逆に聞きたいんだけど、何飲み込まれてんだよって言ってるけどさ、ペニーさんはなんで放置してたの、それを。いや、ペニーさんが何飲み込まれてんだよってコメント打ってるから、いや、何飲み込まれてんだよじゃなくて、放置したのはペニーさんでしょ？ペニーさんの枠で起こったことなんじゃないの？でもね、叩かれてるところに行くっていうのは俺おかしいと思うよ。気持ち悪いぞ、ワードちゃん。何が気持ち悪いの？何も気持ち悪くないでしょ。ね、言いたいことは本音を言わないとダメだよ、本音を。本音。本音はだから和同僚団抜けたくはないんだけじゃあど、抜けなきゃいいじゃん。精神的に持たない。何精神的にって。みんなにこう叩かれて。誰みんなって。そのみんなっていうのはミュールのこと助けてくれんの？そのみんなっていうのは誰のことを言ってんの？まどちゃんのアンチ。俺のアンチって誰だから、具体的に。俺会ったことないの。会ったことないよ。会ったことないやつに聞いてどうすんの？匠さんとかレクチとかさ、海宝とかさ、ニャーとかさ、ユーとかさ、いっぱい顔合わせてんじゃん。毎回参加してんだから。その人たちのことの方が大事なんじゃないの？俺はそばにいる人間の方が大事だと思うけど。ほら書いてあるじゃん。ドレリスナーですって。これが正解だよ。俺言っとくけどさ、ペニーさんに花火相当投げられてるじゃん。それでも俺、ペニーさんの枠に挨拶行かない男だよ。知ってるよね。俺はそういうクズ野郎なんだよ。知ってる。俺はそういうクズ野郎なんだよ。ペニーさんも知ってると3思う年け見ど。てるから知ってる。知ってるでしょ。どんだけ花火もらおうが、ね、挨拶にすら行かないぐらいの男だよ。俺はそうやってやってきたんだよ。それは知ってるよね。行かなきゃいいじゃん。叩かれんだったら。胸クソ悪いわ、つって。いや、ペニーさんはアンチにならないから。それでアンチになるような男じゃないから。俺顔合わせてるから。で、辛いんだったら別に普通に見てればいいじゃん。ただ間違いなく断言するけど、間違いなく断言するけど、3日後あたりに、私もやっぱり和同旅団名乗っていいって絶対言うよ。絶対言うよ。
だけど信頼を失うのはミュールだからね。うん。そう。ただのカマチョだから。それは言っとくけど。違う？俺はそばにいる人間をクソ大事にするけど、微塵にでも離れたりとか、俺にマイナス与える人間は、絶対に付き合わないから、俺。知ってる。知ってるよね。前の私やん。ね、サクッとらも知ってるじゃん。そう。だって、ボンだってそれでブロックされてるぐらいだよ。少しでも噛みついてくるやついらねえから、俺に。いや、女とか男とか関係ねえから、俺人として話してんの。普通のリスナーに戻ります。はいよ、じゃあね。はい。はい、さよなら。はい。はい。イライラするわ。めんどくせえ。イライラするわ。私はブロックされる。いや、別に今のところブロックしようと思ってないけど。はい、こんばんは。いや、別に特別じゃないよ。いや、イライラするんだって。嫌なんだよ、もう、もう、マイナスがいらないんだよ。マイナスはいらない。マイナスはいらない。マイナスの感情は微塵もいらない。飲まれるぞ。いいよ、別に引き止める気なんかないもん、俺。ついてくるや、だから言ったでしょ、クソカスカオス。ついてこれるやつはついてこいと。別に普通でいいっつうなら普通でいいんだよ。ただ、その代わり特別を求めるなよ。ミュールさんは世界が狭くなってるんじゃない？いや、わかんないけど。知らないけど。はい、カムさん、風船ありがとう。ついてこれないんだったら無理だもん。でしょ？だから、昨日言ったじゃん。俺は線を引くと。わかる？ここにラインを引くと。ね。で、俺は向こう側行くからと。で、ついてこれないやつはついてくんなと。ここでお別れだっつったじゃん。見守ってろと。このラインからは安全だからって。線を越せなかったんだよ。だからこれが言った通りでしょ、クソカスカオス。こっから変わるぞって。こっから荒れるぞって。こっから俺は苦しむぞって。ライン引いちゃったから。これだよ、クソカスカオス。昨日の枠で話したことだよ。アンチはスルーつうか、アンチは困ってる時助けてくんねえから。仲間じゃねえんだから。で、アンチの言葉に惑わされてるのか、もう意味がわかんないの、俺からすると。じゃない？和道旅団抜けるって、お前人生、お前バカか、お前、チェルシー。和道旅団入るか抜けるかっていうのは、な？行くぞ。まず、七五三があるだろ？あ、違う、出産があるだろ？七五三があるだろ？入学式があるだろ？小学生の運動会があるだろ？で、その後に夏休みがあるんだよ。で、それを6回経て入学式、中学校の入学式があって、卒業式があって、で、その間に童貞捨てるやつもいれば、童貞捨てないやつもいると。で、社会人になるんだよ。で、社会人になって、障害者手帳を発行した後に、和同旅団に入るか入らないかなんだよ。すげえでかいことだから。行事事だから。これ一大イベントだからね。一回入るのは簡単だけど、抜けるのはなかなか難しいよね。いや、簡単。和同旅なんて小手半に入れればいいから。すっごい簡単。すっごい簡単だから。え？やめるとかそういうもんじゃないと思ったわけ。いや、もうすごい。何言ってんの？人生、結婚、離婚とかと一番重たいよ。離婚と結婚、再婚とかになるからね。手帳持ち限定だから。和同旅団で入ってんの全員手帳持ちだから。初めの一歩を高村さんの言ってる、俺は孤独じゃない、孤高だって言ったのはすげえわかるね。孤高。まあ、ノマドワーカーっつうかね、あれだからね、遊牧民だからね。和同旅団入ると人生変わりますよね。和同旅団名乗ってないやつが言うことじゃないね、まずね。和同旅団を名乗って、たら世界変わるから、人生変わるから、恋人ができてお金持ちになるから。そう、孤独じゃない、孤高だっつって。
俺は今高い山に登ろうとしてるんだよ。とてつもない高い山に登ろうとしてんだよ。それはね、みんなと見える景色違うでしょ。手帳ないとポケモンになれないのかな。そうだね。少し人生楽しくなったでしょ？団員も金持ちになれるの？なれるに決まってるじゃん。だって俺のそばにいて金持ちになれないわけないでしょ。おはよう、まなちゃん。早く稼いでくれ、応援してる。今すぐ花火を投げなさい。今すぐ花火を投げなさい。もしくは風船でもいいや、なんなら。その1円が俺の人生変えるっていうことを身にしみて覚えないとダメだよ。体を使って。今すぐ、無料でできるアイテムの、アンケート機能に答えてきて風船1個投げなさい。あ、ありがとう。達也、風船ありがとう。はい、カズ、花火ありがともうパジャマに着替えたの、マナちゃん。TRF サムさん、風船ありがとう。はい、レクチー、花火ありがとう。でもね、俺はね、今ね、グリフィスの気持ちがわかるから。グリフィスの。鷹の段を背負ってたグリフィスの気持ちはわかるかな。団員が死んでくんだよ。そう。で、その屍の上に俺は立ってるんだよ。そうだよ。みんな投げてるから。大丈夫だよ。お金っていうかね、じゃあ逆に言うわ。アンチとか囲いとかがうぜえとか喜怒哀楽するんだったら仮想枠行け。三流のリスナーの発想でいたいんだったら三流のところに行け。アンチも囲いもいないから。三流の2、3人のところとか20人とか30人のところ行け。アンチも囲いすらもいねえよ。俺和道だよ。ね。みんな、俺和道だよ。お、第五所、お、所帯だよ。いや、そうだよ。三流のコメント拾ってもらいたかったら三流の配信者行けよ。三流の発想で三流になれ合いたいんだったら三流の配信者のところ行けよ。三流のリスナーだって。うちには一流のリスナーしかいないんだから。そう、俺はどうだよ。いや、そうでしょ。一流のアンチと一流の囲いしかいらねえんだよ。はい、吉沢いらっしゃい。いや、そうでしょ。俺は今さなぎになってね、綺麗な羽をつけて飛ぶんだよ。バタフライはどうだよ。お前ブロックな。お前ブロック。お前三流だからブロックな。はい、三流のところに帰りなさい。いや、三流でしょ。いや、本当に思うでしょ。つまんねえコメント。コメント拾ってもらえないんですかって。拾ってもらえたか、おめえが三流だからだよ。一流のコメント読んだら、一流のコメント書いたら読むに決まってんだろ、バーが。お前のコメント拾っても面白くねえから拾ってねえんだよ。拾ってほしかったら三流のところ行け。仮想枠はなんか数人でグループラインみたいになって入りづらい、あると思う。もうね、ないものねだりとかいらねえじゃん、あるさん。ないものねだりいらねえんだって。楽しもうよ。釈迦元気だよ、まなちゃん。じゃあ俺は一流だ。いいよ、そうだよ。はい、行く、花火ありがとん、こいつうぜえ。お前も二流な。じゃあな。バシバシブロック入れてやるから、三流は。一流しかいらねえから。モンスターってどんな味なの？カフェインをごまかすために砂糖をガンガンに入れてる味。渋みを甘みでこう抑え込む感じ。あ、ゆうすけさんいらっしゃい。えみちゃんこんばんは。まず、俺が一番嫌いなやつの特徴を教えてやるよ。まず、みじんでも俺の人生とか配信に口出すやつ、もう、
あってはならないことだから、これ。あのね、もうね、バカに、こういう配信スタイルがとか、こういう生き方がっていうやつ。まずそれが正しいと思うのは、お前がそうしろ。俺は俺が正しいと思ってることをやってるんだよ。人生でも配信でも。そうだろ。俺が正しいと思ってるからそれをやってんの。失敗しても俺の責任で自己責任を負ってるんだよ。で、もし俺に物申して、俺より配信こうやった方がいいんじゃないの、和道なんていうやつ。お前配信やってみろ。4年間やってみろ。毎日毎日、血ヘド吐くまで。俺みたいになれねえから。絶対になれねえから。断言してやるよ。押しつけうざい。俺の人生にも、俺の配信にも口出せるやつなんかいねえから。一人もいないよ。うん、結果出してから言え。うん、で、昨日言ったの。ワード、松本人志がこんなこと言ってたよって。お前、松本人志かって。お前、俺が話してるのは松本人志なんだよって。おめえと話してんだよ、俺今って。おめえの発言じゃねえだろ、それって。お前はただの松本人志の囲いなんだよって。うん、松本人志、今すぐ連れてこいって言ってやったよ。嫌なら見るの当たり前じゃん。俺お願いしてる、みんなに。357人に。お願いしてる？漢字。あー、偉いじゃん、マナちゃん。カカいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。うん。そう。口出すもんじゃないんだよ。人の生き方とかに。それを野暮って言うんだよ。俺は粋な男だから。うん。やぼったいの嫌いなんだよね。やぼったいのと、あとね、粋なのはいいんだけど、粋がってるやつ嫌いなんだよね。うん。粋がるって粋ぶってるってことでしょ。うん、嫌い。ドレさんダメじゃんじゃなくて、俺ドレと割れてるから。ドレともう関わんねえっつってるもん。うん。旅団になりたい、旅団名乗ればいいじゃん。うん、ただね、俺のこと好きって言っててね、俺が叩かれてるとき俺のこと擁護できないって好きでもなんでもないよ。うん、息があるやつダサいよね。風船ありがとう、コロンちゃん。新生は同僚なんだから、こっからは、うん、一流のリスナーしか集まらないから。ダンボールいらっしゃい。ベッドの上で聞いてんの、マナちゃん。ありがとう。千葉には来ないんですか。この前行ったよ、小屋よさん。行った行った。ミスケはどつ。今何キロなんだろうね。体重計乗ってないから分かんないな。なんか旅団増えてるね。いいんじゃん。うん、ありがとうございます。お、ゆきのさんだ。ゆきのさんどうもどうも。ドルフィンありがとうございます。ゆきのさんと飯食ったんだよね、この前。うん、あ、ヤッキムさん、こんばんは。花火ありがとう。初めてふわっちで風船投げた。花火投げれるように頑張ろう。いい心がけだね。いい心がけ。阿波踊りよかったなぁ。ニコ生で一番いい配信だったって言われてるからね。はい、つるさんこんばんは。阿波踊り知らないでしょ、最近のリスナー。俺が初めて旅配信やった時ね、阿波踊り中継したんだよ。すげえよかったよ。寝るまで聞く？聞いて。よかったよね、あれは。よかった。あ、でもね、筋肉はつけようと思ってる。ていうかね、あのジムに通いたいんだけど、誰かジム代出してくんね、一年間。約いくらぐらいだろう。1万円ぐらいかな。入会金1万の12ヶ月だから13万ぐらい誰か出してくんね。全部リスナー頼りって、こういう時はね。うん、ちょっと捨て頃2に本気で出たいなと思ってて。で、ちょっと、あの、どれをぶっ倒せるぐらいゴリゴリに鍛えようかなと思って。おっと、ワドーっつって。まんじゅうを書き始めたーっつって。やっぱデンプシーロール覚えたいでしょ。ボクシング界イニシエのブロー。あ、違う、アメリカンボクシングイニシエのブロー。
いや、ジム行きたいんだよね。本当に。でもね、やっぱ男はね、筋肉あった方がいいなと思った。どれさんと元に戻ることはないの？どれが腹割ってちゃんと謝ってきたらね、腹割って話さないと無理。あいつは変わっちゃったんだよ。小夜さん、風船ありがとう。竜也さん、風船ありがとう。いやー、本場の阿波踊りには勝てないよ。本場の阿波踊り、マジで感動するから。すごいよ、本当に。ドレさん変わっちゃったね。1年じゃ無理かな。おい、ソソはどつ？いらっしゃい。おい、のんちゃんはどつ？あのね、ノーガード戦法っていうかね、思った。前回何回も話したんだけど、俺はリングの上で自分を守ること精一杯だったの。テルチャンピンから。で、守りきったとは思うの。要はね、自分の命かけて相手を倒そうとしてなかったんだよね。それが悔しいんだよ。別に負けてもよかったの。気持ちよくね、戦ってないんだよね、俺。本当に、強いやつから自分の身を守るので精一杯だった。おい、力丸さん、わたつ、風船ありがとう。本場のやばいよ、本場の。マナちゃん？セーブしてたっていうか、攻撃を全部かわすとか避けるとかで攻撃する暇がなかった。テルの攻撃を裁くことしか考えてなかった。それで頭いっぱいだった。余裕がなかった。それだったら玉砕覚悟で日本人の特攻魂を見せなければいけなかったのに、そのハートの強さが俺にはなかったんだよね。いや、仲良しだからっていうのなかったよ。普通に強かった、テルチャンピン。普通に強かった。ふざけんなよ。俺何、クモンリュウとやんの、来年。え、超嫌なんだけど。ていうか、クモンリュウの試合見てないんだけど、どうだったの？負けたのはクモンリュウから聞いたんだけど、ごめんはどうって、負けちゃったわーって。いや、謝ることないよ、っつったんだけど。殺気がなかったよね。確かに。動きは素早いんだ。まあ、俺と同じ身長で58キロだから、体重20キロぐらい違うわけだもんね。そうだったんだ。まあ。後で見てみるわ、クモンリュウの試合。後で見てみる。まあ。俺はほら、ドレさんと実際やってるから、どれくらい強いのか知ってるから。現地にいると本当涙出るよね。本当に涙出るよ。綺麗なの、女の人が。あれはすごいよ。ビザンっていうね、阿波踊りの映画があるよね。松嶋菜々子が主演のビザンっていう映画のクライマックスシーンがある。体重がね、違うのはしょうがないよ。ああ、そんなに差が出たんだ。え、じゃあ実際俺とクモン、あれだよ、やらないよ。喧嘩売ってるわけでもないよ。俺とクモン竜がやったらどうなの？じゃあここで俺バーサスドルさん見てみようか。俺バーサスドルさんをまず見てみよう。リスナーにジャッジしてもらおう。まあ俺もボコられてるからね。クモン竜もボコられて、俺もボコられてる中だから、リスナーはどっちのボコられ方が正しかったのか判断できるはずだから。リスナーにジャッジしてもらいます。懐かしいな。どこにあるんだ。どれバーサスはどこら辺だっけ。どれバーサスはどう。この辺か。守り、まあ、しょうがないよ。守りは、だって攻撃受けないためのもんだから。あ、辰彦バーサス俺か。
クモン流。まあまあまあ、しょうがないよ、それは。だって、二十何年やってんだもん。達彦、中途半端とかやめて。うん、ちょっと待って、どれバーサスワード、どこだ。これか強いかんな、ドレさんな。あれ、どこだ、ちょっと待ってね。どこら辺だろう。これはこれが便所さん。便所さんも強いかんな。え、でも俺よりは強いんでしょ。俺よりは強いんでしょ。でしょ、クモン流の方が強いでしょ。限定だ、限定。イエローカード出るぞ、イエローカード。うまい。ギャラ減らすぞ、いつってこのギャラ。うまい。動きをつかめれば。でしょ。だったら俺が言うこと何にもないでしょ。俺より強いんだから。限定だ、限定。イエローカード出るぞ、イエローカード。今見つけたから。はい、猫つぐらさんいらっしゃい。うまい。おい、本当やっぱうまいわ。じゃあ見てみようか。ドレさんと俺の。6月10日までに。リスナーに判断してもらうわ。俺、ステゴロ2で何？ドレさんとやる、ドレさんじゃないや、クモンリューとやるかもしれないの。じゃあ、久々見てみよう。めちゃめちゃ怖いからね、この筋肉の塊でやんの。ボコられたかんね。ボッコボコにされたかんね。守りに入らなければ。じゃあみんな見ててよ。こんばんは、セクシーさん。あ、互角の相手の方が面白いんだよね。そう、力関係かた、似てる方が試合は面白いよ。弱い同士でも面白いんだよね。ナイスロー、ありがとう。まあ、この後ボコられるけどね、うん。いや、顔には一発入ってない。一発も入ってない。遊ばれてる、遊ばれてる。一撃で音が違うっていうね。うん、でしょ？負けるでしょ？一発で、一発で心折れる。いや、昨日のクモン流見てないもん、俺。きついよね。今見ても爆笑、爆笑だよね。これ勝てねえわ。俺はもうあのローキックの痛さ知ってるからね。音が違うんだ、うん、懐かしいね。あ、いってぇ、うん、あ、そうだったんだ、サムさん。いや、マジでね、意識飛ぶからね、このアッパー。マジでガードしてないと死。いや、笑えるっつうか、マジで痛いから。うん。あ、昨日ここまでやってないんだ、ドルさん。死ぬぞ、本当に。クモン流は反射神経めちゃめちゃいいだろうね。
や、めちゃめちゃ重たいからね。鼻づちとかじゃないな、なんつうんだろう、バスケットボールを、バスケットボールの3倍ぐらい重いのを至近距離で高速でぶつけられる感じ。場外。リーチが違うつうかね、極端に強い。見たらわかるけど、リーチがどうとかじゃなくて、極端に強い。いや、マジで強いよ、この人。いや、怖いよ。あ、まあ、これ、こんな感じになります。だから、クモン竜を攻める気ないのよ。この人に挑む怖さを俺知ってるから。本当に強いんだよ、この人。誰もクモン竜のこと笑えないよ。実際やって、実際退治するっていうのがいかに怖いかわかるから、俺らは。化け物だよ、この人。下打たれてます、ガードを下げない。パンチの質も蹴りが特にもう全然違う。時間差でも来るし、うん、いや、まあクモン竜からやりたいっつったわけだからね。まあ挑んだだけ根性あるでしょ。クモン竜の試合どこにあるんだろう。今のね、振りかぶりパンチじゃなくて、これはロシアンフックって言って、ドレさんから教わった技なの。奇襲で使えって言われて、たまに出してたよ。オーバーハンドブローだね、右の。ロシアンフックって呼ばれてる技。素人では強いだろうね。反射神経いいから、喧嘩では強いと思うよ。クモン竜言ってたもん、初めて負けたって。ワードは下がること考えない。ああ、いいじゃん。あ、YouTube にある？見ようかな。危ねえ。絶対まだ相手から目指すな、今みたいで。いや、痛いよ。めちゃめちゃ痛いよ、マミッタさん。どれくらいの痛さかっていうと、バスケットボールを、本当に顔面にボンってもらう感じ。鼻血出るじゃん。あれくらいの痛さ。うん、ちょっとこれ見せて、初彦と。はい、ワード2。すぐ終わるんだ。もう試したいこと全部試せ。コンビネーションでも、インドアでも何でもいいわ。ロコンスだったの？この後にやるかな、オーバーハンド。この後にやるかもしんない。こんばんは、プープーさん。喧嘩とリング全然違うよ。全然違う。プレッシャーが違う。あ、ありがとう、のんちゃん。ちょっと待ってて。風船プレゼントありがとう。風船プレゼントありがとう、ロハコさん。この後に出すかな、オーバーハンド。タツヒコ強えよ。これ、余裕で力抜いてるからね、タツヒコ。タツヒコは強いよ。あー、ジャブ褒めてくれてありがとう。16コース倒れはしないから、もう引いとけば。下打たれてます、ガードを下げない。何秒？40秒です。3秒だよ。ここはね、極端に狭い、このリングは。これだ、オーバーハンド。だいたい
あの、捨て頃のリングはこれ、倍ぐらいある。横幅、縦幅が倍ぐらいある感じ。だから半分半分かな。あとありがとう。もう、打つとかなくなったら組みつけ。ドルさんはあのそうそうあの強いよ初彦は歯が立たないぐらい強い実際だからドルさんと達彦の試合見るとめちゃめちゃあのレベル高いもんそうそうそう今の体の貸し方でちょっと待ってドル達彦あるかなドルバーサス達彦めちゃめちゃ強いよ楽天の三木谷さんと呼ばれてますねえ、あ、雪野さん見てるんだロードワークだね、次ねあシャンピンか、これシャンピン初彦 VS これかなちょっとこれ便所、便所さんかで、いいや、あのクモンリを見てみようのんちゃんどこだ URL あったよいしょ。ちょっと待ってね。じゃあ見てみます。画質悪っ。いい音だ。電波プスじゃねえかよ。チームです。いや、見てないから分かんないから。はい。正直変な言い方だけど、負けるのはもう確定で分かってたことなんで、俺も達彦も、あの、便所太郎さんも。ただ、どういう試合をやるのかで、あの、正直、あの、これは、クモン流を攻めるわけでも何でもなくて、負けるのは分かってたんだよ。あの、格闘技経験してる人とかも分かってたし。ただ、俺らが見たかったのは、クモン流がどんな戦い方するのか。要はもう経験差で絶対勝てないの分かってたから、体格差と経験差で。それはみんなも分かってたことでしょ。そんなに甘い世界じゃないでしょ。それを見たいんだよね、俺。歯って何？もう大丈夫。もうね、もう時期始まりますんで、ね、皆さんちょっと待っててください。さあどうなるかな。今から、ね、ドレの深夜食堂 VS、クモン流ソラ君のね、初回目はキックルールで、肘なし、首相撲はありだけど、まあそこまでガツガツ、まあ、膝も OK なんですけども、大体普通のキックルールみたいな K1 に近いルールで、やっていくんで、お願いします。時間3分で。3分の、インター1分で。じゃあ、OK ですか？ OK。じゃあ、いきますね。ラウンド1、はい。てか、ドレさんまた体でかくなってるし。頑張れ、そら自分から似合わない。そう。いいじゃん。え、ちょっと待って。え、めちゃめちゃいい右ジャブなんだけど。いや、普通にめちゃめちゃいい右ジャブなんだけど。でいくんで。ちょっと待って。めちゃめちゃいいジャブ打つぞ。お願いします。いや、これめちゃめちゃ早いぞ。時間3分。3分の、インター1分で。めちゃめちゃいい右ジャブじゃん。独学でこれ覚えたの？ラウンド1、はい、うん、いや、これめちゃめちゃいいジャブだよ。頑張れ、そら自分から似合わない。三品タイプだね。そう。うわ、めちゃめちゃいいじゃん。そう。よ。そう。うわ、いいじゃん。うまいじゃん。モンリューの方がグローブ軽いけど。腹身飛んでるぞ、ほら。でも、いいよ、普通に。運動神経やばいよ。自分から。あ、いいじゃん、蹴り早くて。そうそう、いいよ。ノーガード危ない。ああ、いやいや、ドルさん、普通に、あの、
俺の時よりやってる。そうそう、めちゃめちゃいいじゃん、こいつ。いいよ。攻めて攻めて。いや、かなりいいよ、ウェイト合わせたら。センスあるわ、めちゃめちゃ。え、ドレさん。そうそうそう、ナイス。いや、いいじゃん、いいじゃん。ガード下がってるよ。あの、ドレさん普通に結構、8割ぐらいのスピードだよ。パワーは抜いてるけど。普通にドレさんこれ、あの、なんつうの、結構、調子上げてるよ。残り2分。さあ、動いて。普通に反射神経いいじゃん。下がってるよ。ガード上げて。いや、普通にうまいんだけど。ガード上げんかってもらっちゃうよ。そうそう。え、普通にうまいぞ、こいつ。ブレイク。いやいや、ドレさん本気じゃん。いや、すげえ動きいいよ、クモン流。動いて。いや、ドレさん普通に本気だよ、本気。ブレイク。はい、さあ、残り1分半。いや、本気じゃん。ちっけ。おい、そら気合い入れろ、気合い。ラッシュかけてんだ。これ、ラッシュかけてるって、これ、あれ、やばいって思ってんだよ、ドレさんが。いや、これ、普通に、クモンがここまで追い込んでるんだよ。これ、あれじゃん、みやび戦で見せたラッシュじゃん。仕留めないとやられるってことだからね。ダウン、スタンディングダウン、ちょっと待って。はい、オッケー。一回ダウンね、スタンディングダウン、ワン、オッケー。そんな悪くないよ。2、3。てか、めちゃめちゃ強えよ。5、6。クモン強えぞ。7、8、オッケー。体重差考えたら相当強いよ、これ。危ないから。一回使ってもらう。ちょっと待って。息上がってるじゃん。なんで時間止めようってさ。これさ、これね、多分ね、想定外だったよ。これ俺、ドレさん何回もやってるから、何回も見てるし分かってるけど、あの、予想以上に強いってことだよ、これ。一回止めてんの。それ違うのか、そうなの。いや、あのね、普通にクモン強えよ。あの、よく分かった。こいつ才能あるって言ったのが。例えばちょっと、ソラ君がコンタクトが、ちょっと。コンタクト外してないの？どうして？ダメだよ。危ない。いや、見えないね。いや、クモン、バーサスワド、あの、はっきり言うわ。あの、ボッコボコにやられます。あの、俺、あの、余裕で1ラウンド KO される自信があるわ。コンタクト外れたからなんだ。めちゃめちゃ強いよ、クモン。めちゃめちゃ強いよ、これ。うん。あの、素人のね、あれ、経験ない人が弱かったっていうのはあるかもしれないけど、ドレさん追い込んでるもん。残り1分6秒です。オッケー、そら。普通に強いよ、これ。大丈夫。気合入れろ、気合。気合、気合。男見せろ、うん、普通に強いよ。あの、同階級だったら負けたことないよ、これ、多分。オッケー。うん、いいよいいよ。こんなにバネのある伸びるパンチ打てるんだもん。これやった方がいいよ、マジで格闘技。いやこれいいよ、悪くないよ。蹴って、蹴りも使えんねんから。めちゃめちゃいいよ。ただスタミナ切れるかもしんないけどね、途中で。そう、あのスピードに対応できるのドレさんだからだよ。蹴って、普通に速えよ、これ。残り30秒。ただちょっと、蹴りが軽いね。コーダー追い詰めない。コーダー追い詰めたらもらっちゃうよ。そうそう。だ普通にドレさん、技術使いまくってるじゃん。相手見る。変速、うん。っていうかね、多分変速打つか、オッケー。ジャブの打ち方知らないだけだよ。ブレイク。残り10秒。あ、クロス狙ってんじゃん。頑張る、そら。あ、気合見せろよ、俺。いや普通に強えな。いやこれね、覚えたら強えぞ。覚えたらめちゃめちゃ強えぞ。いや普通に強いんだけど。いやこれ覚えた方がいいよ、マジで。普通に強え。いや頑張ってるよ、そら。頑張ってるよ、みんな応援してよ。3ヶ月、いや、負けるかどうかっていうのはさ、ほら、体重差があったり、技術差があるけど、これでヘタレって呼ばれてるんだよ。ドレさんの息上がってるんだよ。ほら、2回、まだ、アドラスト1回。ちょっと待って、ドレさん肩で息してんじゃん。こんなの見たことないもん。捨て頃でも肩で息してなかったんだよ。いける、負けんな、そら、男見せろ。ダウン取り返そう。いや、このね、狭いリングだと、中に入れない。ドレさん、息切らしてるんだね。スタンディングでも止めるからね。
一方的に攻めたスタンディングやから。いや、これすごいよ。快挙だよ。悪くないじゃん、クモン流。いきますよ。第2ラウンド。はい、スタート。一方的にもらったまま。いや、喧嘩もったいないよ。何したんだよ、お前。気合い入れろ。そうそう。めちゃめちゃ強えじゃん。どう？おぉ、入れ、おぉ、うまいうまいうまい。クモン流普通に強えぞ。やむしゃらに、そうそう。早っ。さらにナイスミドル。蹴りが軽い。いいよいいよ、ミドルナイス。効いてる効いてる、オッケー、ミドル行こう。多分パンチで倒すタイプなんだろうな。気合いだな、俺。手下がってるよ。自分から自分から。いや、すげえ速いよ。で、パンチもいいよ。蹴りだけ軽い。蹴りがね、異常に軽い。うん。パンチがめちゃめちゃいい。同じ体重の人とやったら負けないだろうね、これ。めちゃめちゃ強えよ、これ。似合わない、似合わない。ドレさんが距離潰してるもんね。ブレイク、ブレイク、ブレイク、ブレイクで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 、ブレイク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 、ちょっと待って、これ判定がおかしい。これ判定がおかしい。止めんの早すぎ。だって空まだ体力残ってるもん。どれの深夜食堂。待って、TKO これ早いって。これ TKO 早いって。これ TKO 早すぎ。まあ実力差があったから、止めんのあれかもしんないけど。いや、強いよ。え、全然強いんだけど。なんでこんな叩かれてんの？なんでこんな叩かれてんの？別に普通に悪くないんだけど。別にそんな悪くないけど、見た感じ。むしろ普通に強いけど。うん。お前うぜえな。ブロックな。ノーガードスタイル直したら急に強くなる。俺もそう思う。あと普通にジャブ打てるようになったりとか、全部、なんつうの、左ロングフック気味じゃん、ジャブが。これ普通にまっすぐ行けるようになったら普通に強いと思うよ。うん。いや、痛いよ。いや、アドレナリン出てるからこれ痛くないかもしんない。うん。いや、吹っ飛ばされるのは体重差だからしょうがないのよ、これ。要は、体重重いのと軽いの、30キロぐらい差があるわけでしょ。だから、押し合いになると吹っ飛ばされちゃうの。それはしょうがないのよ。総合は俺わかんないからいいや。総合は多分、俺の予想なんだけど、何回も首相撲で掴まれてたのね。俺の予想だよ。何回も首相撲で掴まれてたから、多分フロントチョークかなんかで決められるはず。要は、そのままタックル気味に揉み合って入れて、寝技にこう持ってかれる。何回も組まれてるから、多分ね、後ろからこう入れられて、そのまま寝転んでこれで終わりだと思う。うん。あれはもう何回も取られてんの。寝技だったら。総合だったら。多分ね、足とか、アームロックとか、足じゃない、当たりでしょ？首、何回も、もう掴まれてたから、多分あそこで狙いに行くはずなんだよ。あ、やっぱり。うん。吹っ飛ばされてるから、脳震盪とか来てないのかな？脳震盪は来てない。うん。要は、もらってない。あ、だと思う。総合では無理だと思う。首掴まれちゃう。ドレさん、同じ体重、難しいかな。ドレさんは同じ体重の人見つけるの難しいよ。うん、体格が恵まれてるから。いや、普通に強いけど、クモン流。フォローするわけじゃなくて、普通の感想。俺、やったら負けるもん。やったらボコボコにされる自信あるよ。うん、歯が立たない。うん、めちゃめちゃでかいよ。ドレさんでかい、うん。悪くないじゃん、別に。ドレさん柔道の大会。てか、寝技が得意な。総合の選手だもん、もともと。立ち技の選手ないもん。練習試合クモンと俺がお断りします。はい、練習だったらいいけど、普通の。本意気でこんなのやられたら俺手出せない。いや、普通にいいよ。
あの、見る人が見たら悪くないよって。これ覚えた方がいいよって言うと思う。武井壮にドレさんの倒し方。あー、聞いてみたいね。普通にこれ、あれでしょ？技術覚えた。だって、技術なしでやってるんでしょ？普通に強いでしょ？いや、悪くないと思うけど、強いもんは強いって、あの、認めてあげないとかわいそうだと思うけど。まあ、負けたのはかわいそうだけどさ、かわいそうっていう言い方変だけど、負けは負けだけど、勝負の世界では。でも、こんなの、ね、同階級だったら、喧嘩、負け知らずでしょ、こんなの。いい試合じゃん、普通に。普通に良かったよ。路上では負けたことないだろうね。体重いくつだろう、90キロぐらいあんじゃないの。まあ結果が全てだよな。勝負だもんな。自分から挑んだわけだから。うん。叩かれる試合ではないと思うけど、そんなになんか前評判で弱すぎとかいっぱいあったから、こんなにボロ負けしたのって思ったけど、普通に強えけど。うん、センスあるよね、普通にね。だよね、コロンね。見る人が見たら全然普通にいいと思う。あ、ごめん、アイテムタイム逃した。もしよかったらアイテムください。アイテムタイム2分音楽流します。アイテムください。総合のルールはいいや。総合わかんない俺。ハートプレゼントありがとう、サムさん。コロンさん風船ありがとう。サムさんハートプレゼントありがとう。お気持ちでいいんで、アイテムいただけると嬉しいです。隠れクマの実ありがとう、ニャコ。サムさんハートプレゼントありがとう。ありがとうございます。匿名さん風船5個ありがとう。アルさん風船プレゼントありがとう。ありがとうございます。クミタンバーガー2つありがとう。セクシーさん風船プレゼントありがとう。ありがとう。マッシュポテト、チンアナゴありがとう。ニスケ、チンアナゴありがとう。マルさん、バーガープレゼントありがとう。ありがとう。レーナさん、風船ありがとう。アムさん、風船10個。アムさん、風船100個ありがとう。まあ、全然いいじゃん。ね。はい、雑談しまーす。練習とかだったら一緒にやりたいけどね。試合は、俺じゃ勝負になんねえな。うん、俺じゃ勝負になんねえ。また1時間に1回やるよ、ゆきのさん。
耳ね、ピアスがうんじゃうんだよね。赤心従業員さんいらっしゃい。耳うんでるんだよね、今。薬塗ってる？ピアスが。おい、こんばんは。俺はね、体重多分80数キロあると思う。80数キロ。久々にピアスつけたのもあるんですよね。ね、アキラッパも柔道黒帯でしょ。普通に強いじゃん、クモン流。消毒ですね。格闘技は面白いよ。格闘技はなんでかっていうとね、あのシンプルに生き様が出るんだよね。すごい変な言い方なんだけど、なんて言えばいいのかな。いや俺負ける。あのだってテルチャンピンの上位互換だと思うの。クモンはテルとファイトスタイルすごい似てるけど、要は喧嘩屋さんのスタイルなんだよ。喧嘩強いタイプの、反射神経良くてさ、でスピードをテルよりも速かったもん。リーチ長くて身長171だからクモンと変わんないね。でテルに負けてんだもん。俺勝てないよ多分。今の俺だったら無理。まあテルは蹴りが強いタイプだけど、クモンはパンチが伸びて、あのパンチが強い。蹴りはうん、そうでもなかった。多分蹴り得意じゃないんだよね。牽制で使ってたから。テルは蹴りが異常に重いかんね。スナップ効いてて。めちゃめちゃいい蹴り持ってんの、テルは。めちゃめちゃいいじゃん。叩く必要なんて何にもないよ。多分これ、便所さんとかが言っても普通に悪くないよって言うと思うよ。捨て頃出れんじゃないの、これ。次の。俺、見たいもん、クモン。捨て頃で。まあ、ただ、マッチメイクされたら最悪だけどね。俺がもし、便所さんに、おい、和田はクモンとやれって言われたら、多分、とんでもない言い訳を考えて逃げると思うよ。すげえかっこよく、とんでもない言い訳を言い放って、逃げると思う。捨て頃出たいんでしょ、クモンは。そのために挑んだっていう部分あると思うよ。見かけ？見かけ？うん。同階級だったら敵いないんじゃないかな。で、見たいよね、クモン流。普通に多分 KO を取ると思うよ。いや、あのね、っていうのも、俺、弁護さんに出たいって言ったの、第2回も。お前負けたかんなって。だもう考えといてやるから、体重65キロから70キロに絞れって言われたの。そしたら、選手選び放題だから、俺がマッチメイク楽だから、お前は選手選ぶ権利ないよって言われたの。で、65キロから70キロに絞ったら考えてやるって言われてんのよ。だクモンとぶつけさせられる可能性高いよ。マッチメイク的に。また俺かませ犬役みたいな。捨て頃やめようか、出るの。捨て頃辞退しようぜ。出たいって言ってたけど。怪我するよ、こんなの。ふざけんなよ。でしょ？やだよ。なんで俺こんな才能に恵まれたせい、もっと弱いやつぶつけろよ。俺稲子とやりたいんだけど。俺稲子と戦いたい、稲子と。ちょっと待ってよ。なんで俺さ、その若くて息がいいやつばっかりやらされんの。
みんな見たくないでしょ、俺とクモン流なんて。だって結果見えてんだから。嫌でしょ。俺テルとやるのも相当きつかったんだぜ。やだやだ、もっと弱いやつ。弱いやつ選んでよ。弱いやつ。やだよ。うん。セブン、クモン流はいい試合になるんじゃない。あ、でもセブンさん強いかな。多分なんだけど、今ヒカルくんとやっても多分ヒカルくん勝つ。セブンさんとやっても今現時点だったらセブンさん勝つと思うの。テルとやってもテル勝つだろうなっていう感じなんだよね。ただ、クモン流がちょっと3ヶ月みっちり練習するだけで、わかんなくなるよね。本当に。それくらい強いよね。和道といいね。ふざけんなよ。ふざけんなよ。本能的に強いやつを嗅ぎ分ける能力はあるんだな、和道。それそうだよ。弱いやつの宿命でしょ。弱いやつは戦闘能力を測っていかないといけないんだから。セブンさん強いよ。いや、全体的に強いよ。セブンさんは。空とやれる有名どころ他にいないんじゃない？多分ね。いや、俺もそう思う。翔二郎さんの言う通りで、聖二郎さんかな？聖二郎さんの言う通りで、マッチメイク的にも、演出的にも、全部ピタッとハマんの俺なんだよね。そう、クモンが勝つだろう。それはわかるんだよ。ただ、和道がボコられるところを見たいと。で、ボッコボコにするやつ誰なんだって言ったらクモンだよね。うん。多分、カード的に盛り上がるって言ったら、クモンなの分かるよ。クモンと俺。で、和道がボッコボコにされると。うん。いや、分かるよ。みんなの期待は。うん。やだよ。やだよ、俺。また俺多分、亀戦法になると思う。人間サンドバッグ。ひたすら自分を守る戦い。やめてやれよな。和道の使い方雑なんだってみんな。クモン流から体を守るためだけに1年間トレーニングするとかやだよ俺。失神 KO でしょ？いやー守りきるよ俺。判定負けにまたもつれ込むよ。泥試合の和道だから。やめとこう。クモン流だけは NG だって弁護さんに伝えとこう。うん、まあ難しいよな、マッチメイクってな。みんなが見たいカードだもんね。いや、出れるかどうか分かんないですよ、僕敗者なんで。勝った方は出れる権限があるの。勝った方は問答無用で本人が出たいっつったら出れるの。で、俺負けた側なんですよ。ただね、俺とやろう。いっちゃんバーサス和道。つゆだく対決。喧嘩凸やろうよ、喧嘩凸。いっちゃん。いや、配信できないようになるよね。下手したら死ぬぞ、こんなの。三島さんいらっしゃい。体重で決めるって言ってた。言ってた。だから、和道は、もし出たかったら、65キロから70キロまで落とせって言われた。そしたら、マッチメイクしやすいからって。うん。和道さんはリアル喧嘩で殴り合いしたことある？ない。あったらあんなことにならないでしょ。うん、明らかに人を殴り慣れてないでしょ。うん、ダメダメ、平和主義っていうか、喧嘩がもともとそんな好きじゃないからね。だから弱いやつは嫌いでしょ。だいたい喧嘩好きっていうやつは腕力に自信のあるやつなんだから。あー、マジか。女版捨て頃、仕方ねえな。うちのポケモンたち出すか。解放とかノリコとか。解放とかノリコとか、死却、前座試合で、ちょっとうちのポケモン使うか。
やっぱりね、男の方が面白いよ、殴り合いは。身体能力はね、絶対高いからね。で、女の人は本能でやっぱ人を殴るっていうの苦手だよね。ポケモンになりたいの。いやー、でもまあいい試合だったな。よかったよかった。殴り合いそうなんだよね。もともと苦手なのにね、持ち前のさ、あの好奇心で出ちゃうんだよね。やりたくなっちゃうんだよ。ドレさんと本気でやったよ俺、仲井さん。ドレさんと本気でやったよ。ボッコボコにされてるよ。見る。もう一度見せようか、どれくらい負けたか。鮫島さんか、鮫島さん軽いかな、体重。鮫島さんだったら負けないかな。うん、あー、ありがとう、かわやんさん。ここからそらくん、プロとかになったらすげえドラマ変わる。いや、格闘技やった方がいいと思うよ。めちゃめちゃ切れてたよ。あんなジャブ打てないよ。ジャブじゃないんだけど、あれ。右、左のロングフックなんだけど、ジャブ並みにスピードあったから。あれ、すごいよね。飛び込みざまの左フックすげえよかった。足グネールキックとか必殺技いっぱいあるからね、うん。自ら出したローキックで俺は自爆するタイプだったからね。あ、でもなんか血が騒ぐな。格闘技またやりたくなるね。うん、クモンリュー普通にプロ目指せばいいのに。喧嘩で使うぐらいの能力じゃないでしょ。本気でやったらすごいことになると思うよ。羨ましいよな。格闘技の話やめる？オッケーオッケー。あー、ジム通いてえな。疲れた。なんだよ疲れた。何やろっかな今から。そうだね、疲れ入っちゃう。旅配信ね、やろうかな。うん、腕に入れ墨あるとボクシングではプロになれない。あー、ダメでしょうね。前とかも消さないといけないんだもんね。背中は OK だったかな。うん、まあ、でもボクサータイプだったよな、完全に。うん、格闘技するの殴られるの怖くないの？怖いっすよ。めちゃめちゃ怖いっすよ。なんかみんなってさ、こうやって引きでこうやって殴り合ってる目に慣れてるでしょ。こういう風に、どれくらい怖いかっていうと、距離感で言うとこんなっすよ。超怖くない？これくらいの距離でこう来るんすよ。こうやって。うん、怖くない？うん、この距離で殴り合うの。体感で言うと。こう来るの。これがジャブっすよ。見えないでしょ。怖いでしょ？こうやって飛んでくるんだよ。
こう避けながら。しかもあのドレさんとかでかいの超怖いよ。対峙するの、対面するのめちゃめちゃ怖い。そう。だから普段みんなプロボクサーとかテレビで見てる引きの絵が慣れてるんだよ。速さが全然違うの。そう。まっすぐ飛んでくるから、なんつうんだろう。超怖いっすよ。だから頭振ってないと。的になるだけだよね。俺格闘家じゃないのに格闘家を育成すんの。お前がやれって言われちゃうよ。まあ、人を育てるとかそういう柄じゃねえよな。コーヒー買ってこようかな。いや、どれは別にディスんないよ。ちょっとコーヒー買ってくるわ。いや、いいもん見せてもらったわ。そう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 、俺がいないと行かないで寂しいよっていうの。釈迦待ってよ待ってよって、私のこと見捨てないでって。寂しがり屋だからね。ただいま。そうそう、文鳥っていう鳥なの。文鳥、文鳥の釈迦です。かわいいでしょ。グリーンバト、ごめんごめん、はい、ただいま。うん、待って待って。
いいよ、さあどいて、さあ、はい、おいで、はいよ、はいよ、はい、おいで、さあ、おいで、さあ、ちゃんです、はい、じゃあさあ、こっちや、こっち、こっち、こっち、さあ、おいで、さあか、おいで、さあ、おいで、嬉しいの、これ喜んでる時の声ね、クククク、可愛いでしょ。釈迦が好きなの、仏教好きですね僕は、うん。意外と優しい、そう。意外とって何？可愛いでしょ。文鳥って言ってあの。いろいろ出てくるよ、かわいいよ、調べてごらん。白文鳥っていう日本固有種だね、これは。あのもともとねインドネシアとか東南アジアとかの鳥なんだけど、うん、かわいいよね、頭いいんだ、おいで、うん、いい子だ。スズメぐらいの大きさかな、もう手のひらサイズ。そうそう、でちゃんと言葉もわかるし、体調喉悪いかなちょっとね、うん、かわいいでしょう、うん、文鳥いいっすね、うん、まあね他のね犬とか猫ちゃん飼っちゃうと飼えないけど、もうすごい懐くの、うん、うまいもな、今日はお利口さんだね、うん、今日はね人懐っこいのね、気持ちいいの、さあかわいいじゃん、うん、いいね、あ、じゃあ文鳥の可愛さ分かりますよね、おいでこっちは、さあこっち、さか、こっちは、言うこと聞かない今日は、こっち、こっち、さあ、さか、こっちおいで、こっち、さか、あーダメ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 、あーこれが交尾の合図ね、さか、これお尻プルプルって震えてるでしょ、これがダメなやつ、メスの特徴、エッチしてよってお尻プルプルって震わしてるでしょ、これこれが交尾の合図、これダメなの、シャダメ、ごめんね、ダメダメダメ、卵を産んじゃうからごめんね、シャ、痛い痛い痛い、なんで喧嘩産んだよ、なんだよ、これが鳥頭ってやつね、今まで今エッチしようって誘ってたのに急に攻撃してくるっていう、これが鳥頭ってやつです、あの感情が一瞬で変わるっていう、うん、なんでよ、シャ、感情の起伏がすごい激しいの、頭はめちゃめちゃいいの、いやーどうなんだろうね、ハルさんね、あ、本当なんだよ、あの5歳ぐらいの知能はあるから本当に会話ができるの、だから犬猫と同じぐらい頭いいのよ、ただ何がダメかっていうと感情の起伏が2歳ぐらいで泣いたり怒ったりっていうのがコロコロ変わるの、 そう、それがすごい大変、これがすごいもう、なんつうんだろう。もう一瞬で変わるんだよね。うん、鳥年なんだ。よいしょ、おいで。こんばんは、うん。綺麗だよ。ね、うん。ダメだって。発情しないのさ。奥さん買ってくれる？綺麗でしょ？うん、くちばしも綺麗だし、ちょっとねお腹がはげてるんだけど、おい綺麗な美人だよ、シャカ、美人ではないか、美鳥か、産ませてよって、かすごいキリッとした顔、もうツンデレ美人だから、
うん、卵を産んじゃうの。でメスの死ぬ原因っていうのが卵詰まりって言って、卵をお腹の中で作っちゃって産めなくて死んじゃうのね。だからなるべく発情しないように育ててる。だから一回も卵を産ませてないもん。その発情したらすぐこうやってカゴの中に入れて、うん、あの死んじゃうから、死因だから。トレさんに食われた。まあまあ食って食われてでじゃん。でもそんなに影響ないよ。だって俺200人割ってないから常に、うん、うちのリスナーなんだろう、にわかリスナーが持ってかれたんじゃないの、うん、相性やってないんだ。まあなんか家賃払えたっつったから一回落ち着いたんでしょ、うん、鳥は強いっすよ。あのね、こんな小さい鳥ですら、あの何、恐竜の末裔だっていうのがわかる。栄養も取られちゃう。そうだから卵を産むのってやっぱ命かけだからさ、ダメなんだよね。あ、突然死んだんすか。あ、だったら卵詰まり、メスでした。メスの死因は卵詰まりでほとんど死ぬのね。だからあの発情してあれだったら、もしかしたらそれが原因ですね、うん、突然死だったら。で 2番目に多いのが足って言って、そう、踏みつけちゃう、飼い主が踏んづけちゃう。あの 25g しかないの。タバコよりも軽いのよ。いやー、あのね、本当に恐竜の子孫って言うとピンとこないかもしれないけど、足とか見ると分かる。爪とか、もうあと気性の荒さ、要はもうなんつうの、獰猛性とか。だからこんなさ、小ささだからツンツンってやられても痛くも痒くも、痛いけどあれだけど、あんなトカゲぐらいのサイズだったらもう一瞬でやられるよ。シムキュー、シムキュー、シムキューってなんか聞いたことあるな。なんだっけ、あ、もしよかったら教えてください。そう、鳥はなんでかっていうと、あの団体行動をする動物だから、他の鳥に群れをなすから迷惑かけないように、あの我慢しちゃうの。だから異変に気づきにくいのね。っていうか、あの見せないように、見せないようにするの。見せないように見せないように。プギャーって意味。うん、ああそうなんだ、いっちゃん。あ、メスだったらね、多分ね、卵詰まりだと思う。要はお尻プルプルさせてたのを可愛い可愛いってやっちゃったんだと思う。出かけるときはね、匠さんに預けてますね。恐竜もニワトリみたいな羽あったかもしれない。あ、そうそう、ティラノサウルスが新説が出ちゃって、あのみんなさ、ティラノサウルスってさ、トカゲみたいにさ、教わったでしょ。今、新説これだからね。ちょっと待ってね。今、学会で定説になってるティラノサウルスの映像が笑えるんだよ。みんなのイメージね。みんなのティラノサウルスのイメージってこれでしょ？みんなのティラノサウルスのイメージってこれでしょ？トカゲっぽくてかっけーって感じじゃん。これでしょ、今のティラノサウルスの新説って。これだかんね。こんな感じだったらしい。クソダサいっていう、へこむっしょ、こんなのいたら。実はこうだったらしいよ。これが今学会の定説になってるティラノサウルス。そう、やっぱ鳥なんだよね。足とか見るとわかる。足がね、恐竜の鳥って、うん。全然イメージ違うよね。みんなの中ではこれでしょ？かっけーって。ティラノさんかっけーっすーって。違うから。残念な感じだから。残念な感じ。うん、弱そう。めちゃめちゃ強いよ、こいつ。うん、はい、いらっしゃい。うまそう。色とかは全部想像だね、恐竜は。でもだんだん分かってきた。あ、でもね、それがまた新説が出て、やっぱり恐竜かっけーっていう新説が出たのがこれ。恐竜の
化石が出たんだけど、ミイラ化した化石だったの。すげえかっこいいよ。モンスターハンターみたいにかっこいい。これが新しく見つかった恐竜なんだけど、これか。ちょっと待って、これやっぱり違うじゃないですかって言って学会がひっくり返ってるの。これミイラ化した恐竜見つかったの。やばくない？これ超かっこいいでしょ。これこいつやっぱり羽生えてねえじゃんってなって、なんかもうねあの考古学者がね今ね右往左往してる。ガメラだよね。ジュラ紀の方が好き。俺ねトリケラトプスがめちゃめちゃ好きなんだよね。トリケラトプスのかっこよさ異常でしょ、うん、ワニっぽいよねちょっとね、うん、かっこいい。これはまあでも爬虫類の仲間だなっていうのは鳥を見てるとわかる。鳥飼うとわかるよ、うん、獰猛性とか木のコロコロ変わるところとか。鳥は頭いいけど、うん、風船ありがとうのの。うん、春さんまた来てね。恐竜なんて動物の森でしか見たことなかった。え、動物の森って恐竜出んの？へえうん、夏バテ気をつけるよ。ありがとう、うん、白亜紀とかわかんない。白亜紀とか何紀って、うん、恐竜現代で再生できるんじゃないの？やろうと思ったら、うん、クローン人間作れるぐらいだから。なんだっけな、あの狼とかもそうらしいよね。狼ってもういないけど、狼の血を濃いやつを交配させていって、何世代も近親相関させていくと、その 99% ってどんどん世代交代させればさせるほど濃くなるわけじゃんっていう感じで、その作るらしいよね。あの一個その古代種を復元する方法だから、狼に近いそのハーフの犬とかをガンガン掛け合わせていって血を濃くしていくっていう、で元に戻すみたいな。いっちゃんお疲れ、うん、さっきの鳥さんみたいなのはあんましっくりこない。あ、わかるわかる。それは骨だけ見てるからでしょ。例えばさ、まあ人間が滅んだとしてさ、あれが人間ですって言われてもさ、なんかうーってなるじゃん。毛生えてたのかなとかさ、俺らはあれを見てるわけじゃん。骨格標本っていうか、人間でいうとこあれじゃん。で、あれ あそこから想像していくわけでしょ。やっぱりちょっと無理があるよ。恐竜量世界戦争、いやー、白兵戦、白兵戦もうないからな戦争では、うん、PK さんはどつ、多分恐竜を復元するんだったら、あのあれでしょ、多分ジュラシックパークみたいな感じで、なんか一番近い卵子にぶち込むんでしょ多分。でも白兵戦で象使ってた軍隊とかもあるぐらいだからね、昔はね、古代は。そうだろうね、多分思い込みね、先入観が多分イメージを変えさせちゃうんだろうね。
あ、そうなんだ。へえ。知らんかった。ジュラシックパークでも面白いでしょ。俺好きだよ。あ、俺さ、あの昔の映画さ、ジュマンジーとかなかった。あとミクロキッズとかさ、ああいう系好きだったんだよね。あれディズニーなのかな、配給。あのああいう系の映画って最近ないよね。ホームアローンとかもそっち系に入んのかな。なんか子供がワクワクするような映画。いや、俺全然わかんない。恐竜マニアではないから。ジュマンジ面白いよね。あとなんだっけな、ああいう系でもう一個あった気がするんだよね。ジュマンジ系の映画。なんだっけな。そうそうそう。スゴロクのデマが現実になるやつ。恐竜怖い。恐竜、なんで男の子って恐竜好きなんだろう。俺恐竜好きだよ、やっぱ。すごいかっこいいよね。女の人は恐竜嫌いなのかな。あ、でもね、あのトカゲとかを見るのが怖い細胞ってあるらしいよ。トマベチヒデとか言ってた。あの女の人とかでさ、トカゲとか見るとギャーって騒ぐ人いるじゃん。ヘビとか見ると異常な興奮状態になる人いるじゃん。体が硬直したり泡吹いて倒れたりとかって。あれは DNA で見つかったらしくて、その哺乳類、要はネズミぐらいの大きさだった頃の哺乳類と恐竜ぐらいの大きさだったそのトカゲとか、あれを見ると体がもう死んじゃうから逃げろっていう細胞があるらしい。だから俺らの祖先ネズミだったわけじゃん。その頃の名残なんだって。ねえ、魅力的だよね。高橋さんいらっしゃい。爬虫類好きなんだ。俺も好きだね。かわいい。イモリとか見ると可愛いけどね。恐竜博いいよね。めちゃめちゃ好き。俺も。なんか博物館とかすげえいい。あの石とかを展示してるだけでも興奮する。博物館のあの静けさも好きだな。哺乳類の祖先がネズミみたいな、ラットみたいなやつだから。そう。だからもう古い先祖まで辿っていくと、その、要は人間の脳みそにも持ってる人がいるんだって、その DNA を。いや、ネズミが、ネズミじゃなくて、あのトカゲ怖い細胞。イモリヤモリ可愛いよね。あ、だからさ、あの、俺はその世代じゃないんだけど、50代、60代の人って知ってるけど、ゴジラってあれ T-Rex なんだよ。昔の T-Rex って言って、あの、ティラノサウルス。ティラノサウルス、縦にこうやって標本されてたらしいんだよね。これ、本当？俺、なんか調べたらそうらしくて、ゴジラってあれ T-Rex なんだって。で、昔の恐竜博物館って尻尾を背にして三点倒立みたいな感じで、こうやってやってたんだって。で、学説が変わって、あ、尻尾をこういう風に水平にして歩いてたんだっていう。だからそう名残らしいよ。ゴジラはこう。あ、やっぱそうなんだ。博物館でこうやって飾ってたんだ。そう、水平にして二足歩行してたっていうのは最近の学説だって。虫や爬虫類が嫌いなのはわかるけど、黒板をあれはなんかなんだろうね、あの高い音はなんかの警戒音なんじゃないの。やっぱり動物が発する警戒音、に近いんじゃないの。俺もダメ。ピッコロさんもダメなんだよ。ピッコロさん口笛がダメなのか。ドブネズミか。あ、新宿ドブネズミだらけだからな。これネズミかわいいと思うけど、
大蛇は強くても好きになれない本能的。ああまあ怖いっすよね。俺も首に巻いたことあるけど沖縄で超怖かった、うん、ああ昔のそういえばのび太の恐竜のやつもこうだったよね。確かに確かに言われてみたらこれだったわ、うん、イグアナ購入しようとした。イグアナ、イグアナ、うん、あそうなんだ。へえ。カメレオンとかも可愛いよね、うん、でも懐かねえかんなあいつら、うん、懐くの。でもさ、文鳥飼うとさ、野生の鳥の飛び方の綺麗さ、もう釈迦ブサイクに飛ぶのよ。ズババ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 みたいな、こんなこうダサいの。なんかホバリングみたいな感じでバサ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 って飛ぶので、野生のスズメとか見るとヒュッヒュッヒュッって飛ぶのよ。本当に羽ばたきと風の切り方がかっこいいの。なんかこうファッフォーって飛ぶのよ。パサパサパサーみたいな。でもね、うちの鳥はダメだね。やっぱもう俺に飼われちゃってるから、この部屋、狭い部屋でバザ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 ボト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 ってヘリコプターかお前はって。そうなんかね、これ本能なんだよ。やっぱ飼われてるともうこいつは外で生きていけないなっていう、 それがわかる。あ、クモね、クモね、タランチュラとかね、好きな人いるよね。なんか便所さんとかタランチュラとか買いそうだよね、うん、そんな気がする。あ、羽切ってたんですね。え、羽切る必要ってあんの？羽って剪定する必要あんのかな。コアラやパンダは無理でしょ。絶滅危惧種とかでしょ、うん、俺ウミガメ飼いたいけどやっぱダメだと思う。ワシントン条約とか。まあ、人間が増えすぎだよな、ちょっとな。シュアは多分大型犬より気持ちはすごく強い。チワワってアホっぽいもんね、ちょっとね。チワワ確かに勇猛果敢なイメージがある。すげえアホっぽい。わーっつってすごい。ね。わかる。ブルドッグとかもあれ闘犬なんでしょ。だから皮がたるんでるんだよね。あれ噛まれた時に、その肉に行かないようにっていうか。窓を開けてることが多かったので逃げられちゃうから切ってた。ああ、なるほど。うん、俺はヤギ飼いたいかな、ちょっと。ヤギはかっこいい。ヤギと羊ってあれ、ヤギを家畜化したのが羊だよね。で、イノシシを家畜化したのが豚だよね。確か。うん。だからヤギとその羊のどういう風に変わったのかって見るとすごい面白かった。なんかで読んだんだけど、ブログかなんかで。すげえ面白かったよ。うん。ヤギがいかに、あの羊がいかにダメかっていう話なんだけど、うん、ヤギかわいいよね。いや、かわいいっていうかかっこいいんだよね、ヤギ。あ、ニホンザルか。サルはなんか頭いいからな、怖えんだよな。下手したら俺より頭いいんじゃねえかみたいな。あ、
ねえ、すごい面白い話があるんだけど、原始人と日本人っているな。変、現代人と日本人って言ったらいいか。現代人と日本人ってそんなに知能変わらないの知ってた？なんかみんなのイメージだと、頭が悪いから、原始人だって思ってるでしょ。IQ が低いっていうかさ。違うんだよ。現代人と、現代人と原始人何が違うかって環境が違うだけなの。だから原始人を現代に呼び起こして人間として育てると人間になるんだよ。面白いでしょ。で、言葉を持たない時代とかに人間がタイムスリップしたら、ああいう風にホッホッホッつって、ああなっちゃうの。だから狼少女とかそうじゃん。狼に育てられると狼だっていう自覚で育っちゃうでしょ。そう。だから環境が人を育てるってそこなんだよ。それを分かってるからずっと人間の自分の環境を整えなきゃって俺口癖にしてんの。脳の大きさも多少違うんだけど、そんなにスペック変わらないの、実は。だからおそらくなんだけど iPhone 使えるんだよ。原始人もちゃんと現代にタイムスリップしてやったら言葉も使えるはずなんだよ、ある程度。そんなに変わんないらしいよ。あ、野生の馬はいないだろうね。うん。うん。うん。はい、ワード2。勝次郎さんいらっしゃい。猿の惑星ってさ、ゆきのさん、あれ日本の話だって知ってた？あれ、猿の惑星の原作者っているんだけど、日本で捕虜になってる人なの。で、まあ、戦争やってた頃だったらわかるけどさ、ね、モンキーって呼ばれてたわけでしょ、日本人。で、そういう教育受けてたのよ。だから、猿の惑星日本人が見てるのってあれすごい滑稽な話で、あれって日本をバカにした話なんだよ。要は猿みたいな奴らが、言葉を喋れて、我々よりすごい文明を持ってるって。で、猿に支配される。あれ日本人のことだからね。猿の惑星って。あれ日本が舞台なんだよ。そうだよ、あれ日本リスの話なんだよ。原作者の、生い立ち見てみるとわかるけど、日本の捕虜になってんの。米軍で。うん。皮肉だよね。日本人が面白い。そう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 。日本人面白い面白い。猿の惑星面白いって言ってるけど、あれ日本人のことバカにしてるんだよ。まあ、バカにしてるっていう言い方はあれだけど、ね、日本の体験記を、フィクションに置き換えて作ったっていうか、皮肉って作ったっていうか。あ、それはね、コロンね、話が違うよ。コロンが今の年齢で、今原始時代に行ったら死んじゃうって話よ。じゃあ、俺がさっき言ったのは、原始人に今のスペックの人間、現代人が育てられたらっていう話だ。今度調べてみ、猿の惑星、日本で検索してみたら出てくるよ。ここはアメリカだったのかみたいに、モデルは日本だったのかってなる。うん。なんか町山さんっていうアメリカに住んでる日本の映画評論家の人がいて、結構その人のね、話が好きで、それで覚えた。あれは日本皮肉ってますよ。はい、ワードツータキさん。ちょっと一回休憩入れるわ。一回休憩して10分後また枠取り直します。もしよかったらまた見てください。もしよかったら初見さんフォローしていってください。それでは皆さんお疲れ様です。最後のアイテムタイムです。また10分後に会いましょう。お疲れ様です。一旦枠閉じます。アイテムタイムです。あ、音楽流れたらアイテムタイムやってます。
あい、猫を追加のごありがとう。隠れくな、熊の実ありがとうございます。ゆきのさんありがとう。猫もいつもありがとね。また見に来てください。隠れ熊の実ありがとう、ゆきのさん。ありがとう。ではみんなまた後で。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。